さあ今日も行ってみましょう日本人の怒りチャンネルです大事な日本を将来に繋いでいくためにも今日起こったニュースを検証していきましょう 1>, 1本目ですけども、アメリカ大統領選挙、うん、はい、完全に肩がつきましたけども、いやいや、日本のマスコミがなぜかお通夜状態とコメントがね、めちゃくちゃ面白いんですよ。皆さん、ちょっと聞いてくださいね、もう私利滅裂になっております。さあ、2本目なんですけども、あのね、中瀬智也さん、いやいや、あれですよ、これね、芸能ネタじゃございません、政治ネタでございます。裏金で調子に乗りました。じゃあ、まず1本目なんですけども、こちら行ってみましょう。これね、つい先ほどなんですけども、まだね、トランプさん266なんですけども、まあ、これは事実上勝ったということで、勝利 宣言がこれれ生中継でで流まましたひととずおめでとうございますいや、良かったですね。正義は勝ったということになってるんですけども、問題は日本のマスコミなんですよ。あのー、皆さんね、分かってるように、なぜか日本のマスコミは、トランプはひどいということで、ハリスを応援でしょ意味不明だよね。なんで日本がハリス応援で、トランプになると世界がめちゃくちゃになるとかね、そういうことみんな言ってました。で、しかも、なぜかハリスが優勢だと言ってね、トランプはね、これ、劣勢だとずっと続けてましたよね。はい結局 大嘘だったったてここことになるんでですけどもさあそこで面白いののがねこのコメンテーターの人たちでこのデーブ・スペクターさん、まあ、あのねデーブはねまあいいかな、いいかっていうのはね言ってることはめちゃくちゃなんですけどもこの人ね、ね認めてます。さっきね面白かったですよ、いやー、どうしよう俺、明日からキャラクター変更しなくちゃいけないってテレビで言ってました。つまり彼は俺はもう完全に民主党支持だとねで民主党バンバン応援してたけどもこれはもうねカミングアウトするわとそういう意味ですから、まあ、ある意味、悪質性がないっちゃないですよ。だけど問題はこう ここういううういいいのを使うテレビ局がくだらないということでじゃあね、このデーブ・スペクター、何言ってたかと言いますとね、まあいろんなこと言ってたんですよ。まずは、今回トランプにたくさんの人が入れたわけなんですよね、投票しました。でところがね、これだけのことをした人に票を入れる神経がわからないと、つまり、このトランプというのは悪事の限りを働いたと、そんなこと分かってんのに入れる人の神経がわからまんと、これ真顔で言ってましたよ。ね、そしてしかもですね、こういうコメントをした後に、まだわかんないと。諦めて はいけないということも言ってましたどんだけ王女際が悪いのかとまあこの人ね感覚相当おかしいと思いますで、トランプが悪事を働いたこれ自体がまず真っ赤な嘘なわけでしょうそうじゃないですかそういうね悪質な宣伝を広めているということで私はねとんでもないこれはねこのデイブスペクターというのは悪いことにね手を貸していると思いますよ 今回の動画ではもう一人紹介しましょう。いろんな人が妙なことを言ってるんですけども、やっぱり真打ちですよ、池上彰さん、すんごい悔しかったんでしょうね。はい、池上さん、いろんなことを言ってるんですけども、まずね、台湾有事の話をするんですよ。え、台湾有事、何のことかと言いますと、 台湾有事がが非常に気がかりだっっててうんんでですすよよいや一応理屈は通なぜかと言いますと、このトランプさんというのはね、結局台湾に関しまして、仮に中国が攻めても、俺たちは手を出さねえぜということを、まあまあ、それっぽいことを匂わしてるわけでしょ。だから、トランプ大統領になったってことは、中国がね、お待てよと、これ、アメリカが手を出さないってことは、台湾行けんじゃねえかと、ということで動き出す可能性があると、だから、日本にとっても大変な問題になってきたって言うんですけども、ところがね、この池上さんというのは、今回の選挙の前、 もちろんこれはハリスになるかトランプになるか全くわからない状態ですよねそういう状態ながらも日本というのは台湾有事に関してそんな積極的にああだこうだ言うべきじゃないとこういう論人を張っていましたもちろんねはっきりとは言わないんですけども台湾有事だとか言ってねこうやって煽るというのは良くないと盛んにそんなこと言ってたんですねところがトランプになった途端に危険だ危険だと言い出すとこういう無責任なこと言ってていいんだろうかと思いませんかね本当にひどいそしてさらに にはこのトランプさんっていうのは周りにアドバイスを、ね、する人がいないとだからトランプは何をしでかすかわからない、まあ、とにかくそんな程度の人間というのが大統領になる恐ろしさとさ,あさっきこんな表現を使いましたよこれは非常に恐ろしいことが起こったんだとまるで世界が破滅するようなことをね番組の最後にちらっと言ってそれで逃げていきましたまあねこれは池上さん非常にがっくりだと思うんですけどもこんなことねテレビで言っていいかと思いますよねさあそして 今の台湾の話の続きなんですけども、この、ね、トランプというのは台湾のことなんか何も知らないんだと、無知もうまだということも発言しました。そ、えー、その前にそれし ってるんですか私がね、例えばトランプという人がですよ、この台湾について無知なのか、あるいはめちゃくちゃ勉強してるのか、それは知りませんよ、私は、本当のところってところが、池上さんはなんか分かってるみたいでして、もう見,見抜いてるんですよ。何見抜いてるかって言いますと、トランプって人は台湾のことなんか全然無知で何も知らないんだと、それが非常に恐ろしいってことを言ってるんですよね。聞いたんですか、あなた、直接。で、トランプさんね、そういうこと知らないってことを前提に話してるんですかね。いや私はね、ハリスの方がよっ こと知らないと思いますよ間違いなくこのねハリスさんの方がこういうことについては無知猛前だと思うんですけどもハリスがなればあこれで良かった台湾有事はなくなったって言うんでしょうかいや恐ろしいですよねはいこの他にもねまあまあ今日まあ今回はねこの2人だけ紹介しておきますけどもパックンもそうでしたねそして他のコメンテーターもそうでしたとそしてね今もっの注目誰だと思いますはいあのね運の先生でございますねもう熱烈なこの民主党ファンのね運の先生の なんですけども今ね運の先生が今晩あるいは明日どんな顔をしてテレビに出てくるだろうかとそれがね一番の実はこれネット界で話題になっていることなんですまあとにかく今ね完全なおつや状態になっておりましてもうねこの結果を受けまして皆さんなんていうかと面白いですよねだから私ねこれ第二弾第三弾の動画も作りたいと思ってます今晩あたりいろんな言い訳をしながらなぜトランプが勝ってしまったのかと首をかしげながら皆さん放送すると思います さあ皆さんもね楽しみに待っていてくださいとさあお次なんですけどもこちらね永瀬智也さんの話題です。 芸能ニュースじゃありません。いいですか芸能ニュースではございません。これね、政治の話題なんですよ。私、ちょっと危険だと思うんですね。うん。ってことで、永瀬さん、何でしたっけえっ、ー、と、V6 じゃなくて、TOKIO でしたっけ確かそのメンバーね。この人ね、身長も非常にあるみたいでして、確かにね、こう、ルックスはいいですよね。かっこいいですよ。なかなかこんなね、いい男はいないわけなんですが、さあ、永瀬さん、なんで今回私取り上げたかとを言いますと、実はこれ、ちょっと前に話題になったでしょ。これ、彼のインスタなんですけども、なんかどうも自分の車 車あののこれ大変なのかななんかかんパンクしたんかなで、こういうことをねインスタに上げたんです。裏金でパンクを直していただけませんでしょうか、はい、ハッシュタグ自民党とやったんですが、これがばーっと話題になりまして、で賛否両論で、えー、まあこれ長谷ファンとしましては、かっこいい長谷さんとなるわけね、ところが、そのまあ長谷さんに全然興味のない人にとりましては、いやー、なんか取ってつけたようにこんなこと言って、なんかバズるからやってんじゃねーのと、まあそういうことになったんですよね。 取り上げるまでもねえかと思ってこれスルーしていたわけなんですところがですが昨日こういうニュースが上がっていました永瀬智也物議の裏金投稿を再び領収書はいりますかとまあね2回まあといいますか2匹目の土壌を狙ってやってきたんでしょうはいこの文全部読みますよ元 t o k o の永瀬智也45歳なんだがいつかインスタグラムのストーリーを更新裏金問題を改めて皮肉ったこれ本当に皮肉ったのかな永瀬は衆院選の真っ只中 中のの月24日パンクしししたた車のタイヤをしま,えしました画像をストーリーにアップするとともに「裏金でパンクを直していただけませんでしょうか?」「ハッシュタグ自民党」と「裏金問題で揺れる自民党への痛烈な皮肉を投稿 SNS 上で反響を呼び絶賛コメントも多数上がったが一部からは長瀬智也クソダサい中学生かよ長瀬のこんなダサいとこ見たくなかったな長瀬智也おっさんになって政治に触れ出して今更さら政権批判始めるとかダサい残念通り越してかわいそうというね意見が見られたと。 うん私もね、まあ、この時ふと実は思ったんですけども芸能人ってこのパターンあるでしょ、ね、本当にね自分が,好意しそうが で何か、ね、自民党の裏金を許せないと思って投稿したこれ私何にも否定しませんところがありがちなのは、まあ、要は、ね、知名度のあるこういうタレントさんが政治に触れるとしかも触れるときはなぜかこの、ね、政権批判、左派側から批判するのはポイントなんですよ。なんかこうやって、ね、ほあ批判をするとかっこいいんじゃないの俺って今そういう意識が多分に働いているんじゃないかなとだから逆に言うと保守を、ねえー、これ応援するって少ないでしょなお要はこれテレビなんですよ。 テレビで裏金、裏金自民党は悪いってやってますから、えー、なんか裏金、何のことかよくわかんないんだけど、自民党を批判してたんだ、うーん、よっしゃ、俺もそれに乗ったれということで、軽い気持ちで、えー、裏金でね、私のパンク直してくださいってやったら、思いの負荷を受けたとあ。なんか俺ってかっ 少し政治のことを触れた方がかっこよく見えるんじゃねえのじゃあ第2弾行ってみようってことではいもう一回やっちゃったというまあそういうストーリーねはいただ私は永瀬さんの心の内は分かりませんからひょっとしたら非常に高度なとこで言ってるかもしれませんこれ私ね断言できませんよだってわかんないんですからねでもひょっとしたらうーんどうなんだろうなとまあよく考えればこの永瀬という人物がねえ非常にねコテコテの差し想を持っていて今回の、ね、裏金問題 とされる話もね実はこれはね単なる不器用にすぎないとああこれちょっとおかしいなマスコミ煽ってるなとおかしいなっていうことは分かった上でただ思想的に左派だもんですから分かった上でわざとこうやってバズらしてやろうとやっていたら大した球ですよねそうでしょこれゴリゴリの左派じゃないですか。 と私は思ってるんですよあ、そうそうそう今回のこと言わなくちゃだめさあこちら今回ね2回目ですよギターやアンプが並んだ写真をアップするとともに一応確認ですがギターの弦が切れてしまって裏金で行けますかね行けたとしたら領収書はいりますかねと再びネタにとそういうことなんですでね私がねなんでこれ2回目のこの発言を受けて取り上げたかと言いますとちょっと怖いんですよなぜかというとこれはねこういうまあファン心理なんですが永瀬がこういうことをやるわけでしょ有名ですよ彼は ととなると永瀬ファンというのはあんまり何も考えもせずに永瀬君がこう言ってるんだから自民党はひどいよし私もそうしようってことで投票に行くということは考えられますよねとなると何にも考えてない人が発信してそして何にも考えてないファンがそれに乗っかって保守の陣営というのを批判しだすとこれが怖いんですよ。 でしょでね、この永瀬さんもファンの人も考えた上でこうやってやってるんだったらいいです。それはもう全然問題ない人。だからこういうね、芸能人の動きっていうのは、私ね、非常に怖いんです。ですからね、1回だったらまあいいかと思ったんですが、2回目こうやって上げてきたもんですから、このシーンがどこにあるかと、はい、こういう気持ちで私あったんですよね。だから今回のアメリカ大統領選挙もそうですけども、ジェニファー・ロペスとか、あとはなんだ、レディー・ガガもそうですし、うん、なんかニコール・キッドも、あ、これはいないか、これはいなかったっけ。 そうだレオナルド・デカプリオ彼も確か民主党の方に応援してましたよねとなるとデカプリオ様って言ってる人っていうのはあ民主党のことを、ね、デカプリオ様が応援してるんだったらやっぱり私はハリスだろうとで現実にアメリカの大統領選挙ではこういう動き起こってますよねだから大物のタレントを引き寄せるとそのファンが単純によっしゃあいつが言ってんだったらこっちだこの現象は全世界で私は起こると思ってるんですよだから今回の永瀬智也うんまあね、えー、まあほぼほぼね そんんんなななに表に表出てくるる人じゃいいもんですから大きな影響があるとは思いませんただ将来的に似たような形でね非常に多大な影響を及ぼすような芸能人やタレントがこのような政治的な主張をねあんまり考えもせずに出してくるとちょっと待てよってことになっちゃいますよね。はい繰り返しますけども私はこの永瀬さんがねすっごい浅いところでこういう発言をしている本当にただのアーパーなのかそれでもかなり考えた上でやっているのか分かりません。 わかるわけありませんただあ考えているんだったらある意味一目を置きますけども考えずにこういうことをやってるんだったらええー、加減せよと、えー、そういうことを言いたいですよねまたそういうことにこう安易に乗ることはやめていただきたいとはい今回ねそんなことを思いました以上です今日の動画が良かった方はいいねボタンとチャンネル登録そして共有拡散もよろしくお願いいたしますまたメンバーシップもぜひご参加くださいそれでは